中山香織です。この動画ではネクストスター笠松の3連複フォーメーション走ということで、1列目に選んだのが1番のスターサンドビーチです。前走のジュニアクラウンを1分29秒2のタイムで優勝したレース内容を評価しました。ここ3戦の連勝内容からも能力が本格化してきた可能性は高いので、1列目で今回は勝負したいと思います。続いて2列目、3列目に選んだのが2番メイプル銀、4番ゴーゴーバースデー、以上の意図を選びました。最後3列目に選んだのが7番龍馬、9番戦国武将、以上の意図を追加した3連複フォーメーション5点で勝負したいと思います。